答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。ちょっとすいません、今日口の中に口内炎ができてまして、聞き苦しい場面があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。本日のテーマはハイハイで人間的筋力。ハイハイっていうのはもうトータル筋肉、トータル的な体の筋肉を鍛えて持ってこいなわけですね。背筋、腹筋、首の力、腕の力、足の力、本当にトータル的にバランスよく体を鍛えることができます。で、特に今のですね、小さいお子様ってやっぱ背筋腹筋がすごい弱いんですね。ですから座っていられなかったり、じっとしてられなかったり、いい姿勢が作れなかったりします。いい姿勢が取れないから背もたれのある椅子じゃなくて、背もたれの椅子がなくてもいいような筋力をつけましょうと。じゃあ別にですね、なんか厳しいトレーニングしなきゃいけないかって言ったら、いつも言ってる通りで、幼児は遊びですよ。遊びと、あとはこのいい姿勢、まあいい姿勢ごっこっていう、これも遊びにして、お母さんお父さんのやつピッとこう背筋伸ばして、ご飯食べてる間1分間だけとか毎日やっていくんです。そういう日々の積み重ねをしたりとか、子供とですね、まあ熊歩きでもいいと思いますし、普段の遊びの中でいろんなものを入れていくことによって、この人間的な筋力、やっぱりハイハイってものバカンできないですからね。ちょっと幼児になって3、4歳になったらハイハイってまた楽しくできたりもするので、ハイハイで遊びましょうとか、何か追いかけごっこしましょうとか、そういうこともできると思うので、ハイハイね、もう一度見直してみてください。本日はハイハイで人間的筋力でした。ぜひ楽しみながらやってみてください。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。